アトムザ・ビギニングは、手塚治虫、勇気、正美、手塚信、手塚プロダクション、笠原哲郎による日本の漫画作品及び動作を原作としたテレビアニメ。月刊、ヒーローズにて2015年1月号から2020年12月号まで連載され、後ウェブコミック配信サイト、コミプレにて続きを配信中。鉄腕アトムを原案としており、当初は、 アトム誕生までの物語を描くとされていた。しかしストーリーの進展に従って、鉄腕アトム本編とのズレが生じ、後に1969年に起きた事件を契機に、鉄腕アトム本編とは歴史が分岐した別世界であることが判明している。コンセプトワークスを担当した結城正美は、自身の役割について、本当に最初の時点で天馬とお茶の水のキャラクターデザインをやって、 このような流れで行ったらいいんじゃないですかみたいなことを喋ったくらいで、だから未だに名前乗っけてもらってますけども、一環以外は全然何もやってない感じですと発言している。この理由について、最初は笠原さんじゃなくてもっと新人の方がやるはずだったんで、それだったらもっと口出しをしたと思うんですけど、笠原さんぐらい描ける人だと、 僕が変なことを言わない方がいいんじゃないかというのもありましてと語っている。原因不明の大災害が発生してから5年後の日本。練馬大学の若き天才コンビ、天馬ヒル、太郎とお茶の水博士は協力して自我すなわち心を持つ新型人工知能ベブストザインを開発。それを搭載した意志と人格を持つ自律型ロボット A106 を作成する。 しかし彼らの第7研究室は慢性的な資金不足。しかも教授会からはなかなか理解されない。資金稼ぎのため賞金目当てでロボットレスリングに出場。対戦相手の弱点をついて勝ち上がり、最後は前回チャンピオンのマルスを機能停止させて優勝。一躍注目を浴びることになった。ところがマルスの開発者ドクターロロについて、 好奇心で探ろうとしたことから、事態は思わぬ方向へ。裏社会の秘密内市政府の安部、加えて5年前の大災害の闇に手を出す結果となり、馬太郎も広ロも謎の組織に狙われる羽目となる。しかし、その程度でへこたれるはずもない二人。科学省及び大学上層部からの依頼で、オーストラリアで行われるイベント、ワールドロボットバトリングに A106 の後継機。 A107 で出場することになる。ところが、競技に対してのユーランの熱意が伝播したことによって、他のロボットが暴走を始めてしまった。結局、WRB は中止となり、日本に戻った一同の前に、外遊していた、ヒロシの祖父が現れる。その口から語られたのは、未来から来た少年型ロボットという、信じがたい話であった。その祖父が得たという情報をもとに、 ウマタロウたちは、ベトナムのホーチミン市に向かう。その地で、問題の少年型ロボットの謎を、不完全ながら解き明かすことになった。2017年4月15日から7月8日まで、NHK 総合にて放送された。アニメーション制作は、オルム、プロダクション IG、シグナル、MD が共同で務める。また、協力として、同じくアニメ制作会社の手塚プロダクションも、 参加している。ストーリーは原作第6話までに準拠しつつも、原作では描ききれなかった7軒メンバーの日常を取り上げたオリジナルの話も制作されている。おっと泉にて、ウェブラジオ、アトムザビギニング7件線三31ラジオが2017年4月3日から7月10日まで、毎週月曜日に配信された。パーソナリティは、a 百六役の井上祐樹に加え、天馬ヒル。 太郎役の中村雄一とお茶の水博士役の寺島、拓馬の二人が交代で担当した。書始情報以下の出展は月刊、ヒーローズナイのページ。書始情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。